特急系車両とは、特別急行列車の運用を目的とした、鉄道車両のこと。座席車と寝台車の2種類がある。日本国有鉄道、JR の車両区分の一種であり、原則として、固定編成で使用するもので、空気調和装置を備え、高速運転に適した性能を有する車両形式の、ものが特急系車両である。新性能電車及び固定編成客車。 液体式機動車で採用された区分であり、旧型客車や新幹線車両には明確に分類されるものではない。本校では蒸気以外の特急列車への使用を目的とした車両も含めて解説する。21世紀初頭の現在の日本における各社の特別急行列車は目的により二つに分けられる。一つは運行区間を最短時間で結ぶ高速列車であり、もう一つは 観光路線などで快適な空間を提供する居住性を重要視した列車である。元来特別急行列車とは文字通り非常に特別な列車であった。日本での特別急行列車の英語表記はリミテッドエクスプレスが用いられるが、これは限定された上流客が利用する急行列車的な意味合いが強い。1970年代頃からの特急列車の 大衆化が始まる前は、廉化だが遅い普通列車。普通列車よりも、停車駅が削られ、サービス列車的な色合いが強かった、準急行列車。車内設備は普通列車や準急列車と大差ないが、即達化された、急行列車。さらに停車駅が削られ、車内設備も豪華な特急列車というように差別化、されていた。特急列車は急行までとは違い。 特別な地位にいなければ乗車できない存在だった。旧国鉄が運行させた最初の特別急行列車であった1.2列車は国際連絡列車を意図したことから単なる車両の寄せ集めではなく当時の新式車両により蘇生していた。編成は伊藤二等車のみとし展望車でもいわゆる桃山式と呼ばれる豪華な純和風の内装になっていたとされる。 ただし、その後3.4列車では座席車を3等車のみで編成を蘇生し、戦後は特派と通称される特急用3等車を設計、製作したこともあることから必ずしも豪華さのみが強調されるわけではなかった。戦後しばらくは特急列車は特別な存在であり続けたが、1970年代に、 入ると、N 特急や国鉄185系電車の登場など、特急列車の大衆化が進行し、庶民が気軽に乗ることができるようになると、前日のように、特急列車は最速達列車と、快適な空間を提供する高価な列車とに分化した。前者は、函館本線の、カムリア常磐線の、日立。時は、北陸本線の、サンダーバードなどであり、後者は北斗、北都勢。 カシオペア、トワイライトエクスプレスなどの豪華寝台特急や、九州旅客鉄道に多く存在する観光特急列車などである。特に JR 九州の観光列車の場合、非常に速度が遅い列車もあり、前車とはコンセプトが決定的に異なっている。鉄道各社はこれらの要素を考慮し、それぞれ個性的な特急系車両を製造している。 JR 西日本683系の普通車車内横から見た近畿日本鉄道における特急系車両と通勤系車両との対比。通勤系車両は扉が多く多くの利用客が乗車することを前提としているに、対し特急系車両は扉が少なく着席利用を前提としている特別急行列車に専用で使用される車両には一般の車両に比べ、 その設計コンセプトに明らかな特徴が伺える。長距離、長時間の乗車が想定されるため、特に居住性の部分での改善が見られる。停車駅が少ないことを前提にして、客用扉の数が少なく、デッキを設けて、客室との分離を図ったものが多い。また、定員乗車を前提として、台車のバネを十分に柔らかくして、乗り心地を改善したり、キーストンプレートを用い、 騒音の減少を図るなどの措置が取られている。空調設備を取り付け、さらに窓を固定式にすることにより、年間を通じて、車内の温度を一定に保つといった装置も、比較的早い時期から行われていた。小田急電鉄の2300系電車は4両、固定編成であったが、中間車両には、客用扉のない設計であった。東武鉄道の5700系においては、 客用扉を車体端に持っていくなどの工夫が見られる。無料列車に使用されるものでは、半急の6300系は特急運用が中心に設計され同じく客用扉が両端に寄っている。また、高速でも安定した走行ができるように重心を低く取ったものも多い。国鉄の151系電車においては屋根状の高さが3350ミリと、 一般設計の3650ミリより30センチも低くなっていた。しかし、1980年代以降では、このような特徴は薄れ、アコモデーションの変更で用途を分けるようなものが目立ってきた。これは製造過程の効率化と標準化という観点からと思われるが、コストの削減も大きな要因である。全種特急列車には長らく客車が使用されていた。 客車では3等車については、その大部分がボックスシートで製造されているため、種別ごとに使用形式を限定せず、急行列車や普通列車はもとより特急列車に使用されたこともあった。1921年に登場した28,400系客車が特急用車両の行使とされる。3等車に関しては2列1方向固定式のクロスシートとされ、 この概念はスハ33型、スハ44系にも受け継がれた。1934年には特急用の三等座席車であるオハ34型が登場したが、室内はボックスシートで他の三等車より座席の間隔を広げただけであり、必ずしも特急にふさわしい車両とは言えなかった。戦後になるとマイネ40系、マイネ十一系、マシ十五系、 スロ54型、スハ44系などが登場し、登場間もない頃は、特急列車で使用されたが、後継車両の装備や置き換えに連れて、設備面や速達性などにおいて見劣りしたことから展望車を除いて、後に急行列車にも使用され、明確な意味での特急専用車両とは言えず、実質上の特急用客車は展望車のみであった。 特急軽車両の登場昭和30年代に入ると、動力近代化計画が取り組まれるようになり、液体式機動車や新性能電車が実用化された。特急列車においては、中高列車には、速達性の観点から、動力分散方式が推進されたことから、電車や機動車を導入し、夜行列車については静粛性の観点から、動力集中方式を採用し、 固定編成とした寝台客車を導入することが決定され、特急型と呼ばれる特急専用の車両が導入された。電車では先に述べた通り151系電車が最初とされている。国鉄では151系設計時から特急設計の車両は、車体床面を一般車両より約20センチメートル下げるなど内装だけではなく、 車体の構造自体がそれ以外の用途のものとは異なっていた。これは当時の最新鋭車両であった小田急3000系 SE など座席指定性列車を運行する際に当てはまる設計上の思想と言える。この151系の成功は後に電格間の拡張に伴い後継車両である161系、181系電車や183系、 189系電車、交流電革間直通を前提とした481系、483系、485系電車に結実する。客車では、軽量客車と言われる10系客車の設計をもとに、サービス電源を供給する電源車を要するが、居住性が高い固定編成を組むことを前提としていた20系客車が、特急専用車の糸口といえる。 客車の場合は、運用を特急列車に限定していない。これには、座席車では、主な使用先として想定される昼行列車については151、軽電車の成功により、電車、機動車による、速達化とサービス設備の充実が可能となり、同時期に登場した20系及びそれ以降の客車は、静粛性が求められる寝台車を中心とした、夜行列車、 寝台列車への利用へと転向したことがある。機動車では、キハ80系機動車が最初とされている。機動車の場合、20系客車と151系電車の成功によるものが大きいとされ、その端緒であるキハ81系機動車では、同系電車の外観、内装接客設備をもとに設計された。しかし、電力の確保という点で、 発電機を積む制御車を製造したという点で、国鉄型機動車でありながら固定編成を組むという異例な形をとった。また、特急系機動車は急行系以下とは、制御系統、制動装置などが異なっていたため、急行系以下の機動車との混結はできないという点でも他の機動車と区別されていた。この発想は、走行性能が電車並みに改善された。 キハ百八十一系機動車でも踏襲された。実態に合わせた変化使用地域の輸送事情に適合させる例が登場した。電車では、一九百六十六年に、世界的に類がない夜行、中高兼用寝台電車五百八十一系、五百八十三、軽電車が、一九百七十二年に、曲線区間が多い路線での速達化を図るため。 振り越し機車両として381系電車が、1979年には北海道向けに781系電車が製造され、1980年には首都圏向けに前運用で普通列車への使用にも視野を入れ、転換クロスシートとした汎用特急系電車として185系電車が製造された。しかし、151系以降基本的な性能は、 大幅に制御装置が異なる交流型電車である781系電車を除き、国鉄分割民営化直前まで変更がなかった。軌動車では、北海道向けに導入された、キハ183系軌動車は、従前のシステムを踏襲したが、四国での急行系起動車の置き換えとした、キハ185系軌動車では制御車が中心に製造され、 また運用上最低2両編成での運用が可能なシステムを取るようになる。分割民営化後民営開口大きな変化が見られるようになり、特定の列車や線区への専用車両として開発されるようになる。また、高速運転も行われるようになる。クリーン車は二プラス一の三列配置が主流となったが、東日本旅客鉄道では二百五十五系電車以降の特急系車両は、 ジョイフルトレイニア、稲穂用の E653 系1000番台、E261 系電車を除き、定員確保の観点から再度国鉄時代のような2プラス2の配置となっている。この他にも、空港連絡特急用として、JR 東日本では253系電車や E259 系電車、西日本旅客鉄道では281系電車や271系電車が導入された。 機動車では、さらなる高速化を図るために、車体系車式が主流となる。四国旅客鉄道が2000系機動車の導入を、川切りに、北海道旅客鉄道では、キハ281系、機動車、キハ283系機動車、キハ261系機動車が導入され、JR 西日本では、キハ187系機動車が導入された。機動車は2013年現在では、 非電ンカを経由する中高特急列車を運行していない JR 東日本以外の5社が保有している。客車では個人主義の広がりもあり個室寝台に改造された車両が増加する。JR 東日本では E26 系客車が導入された。JR 発足直後に導入された特急系車両は特定の列車ごとに設計されたが九百九十年代半ば 以降は、設計を共通化し汎用的な使用を可能とする方針に転換しつつある。この種の車両では、JR 北海道789系電車、JR 東日本 E257 系電車、JR 東海373系電車、JR 西日本287系電車などが挙げられる。高直流電車では、JR 発足後に導入した車両においては、 交流電化区間では5 0ルツもしくは6 0ルツ専用となるが、JR 東日本の E653 系電車と E655 系電車では50、6 0ルツ両用となっている。以下の車両は明確な意味で、特急型に分類される車両ではないが、特急に供する目的の車両において禁止するものとして以下のものがある。私鉄においては、 必ずしも有料列車を運行している会社のみが専用車両を保有しているわけではない。また、動力分散方式を以前から採用している。私鉄の特急列車は1926年に運行開始した南海鉄道が講師とされるが、使用していた車両は急行にも使用していた電7系電車であり、最初から特急専用で使用していたわけではない。 登場時から特急で使用された車両は、料金不要車両では新経阪鉄道 P-6、軽電車が行使とされる。有料特急車両では、頭部で波重軽電車が行使とされるが、これらは後継車両への置き換えにつれて、後に一般車に格下げされている。便宜上、派生種別を専用とする車両も含めて解説している。 有料特急専用車両有料特急としては、大手市鉄では、東武鉄道、スペーシアや小田急電鉄、特急ロマンスカー、西武鉄道、レッドアロー、京成電鉄、スカイライナー、名古屋鉄道、ミュースカイ、近畿日本鉄道、アーバンライナー、南海電気鉄道、ラピートのように観光地や空港を結ぶ路線の場合にはその、会社の顔として、特急系車両を保有している。 大手施設以外では、観光地を抱える一部の地方施設で、優等列車用に使用する車両を保有するケースが見られる。長野電鉄では、日本車両系ロマンスカーと呼ばれる車両を導入し、特急運用に当たっていたが、経年を迎えたことにより、小田急電鉄、JR 東日本の譲り受け車によって置き換えられ、結果として、グレードアップが図られている。第三セクター鉄道では、 JR と直通特急列車を運行している、京都単語鉄道、地図急行、土佐黒オ鉄道が保有している。土佐黒オ鉄道は JR との同系車を保有し、京都単語鉄道と地図急行は自社発注車を保有している。過去には、北越急行も JR 西日本681系、683系の同系車を保有していたが、二千十五年三月の ダイヤ改正で JR 西日本へ譲渡している。料金不要特急専用車用、阪急電鉄、山陽電気鉄道、西日本鉄道など、競合する JR などに対抗するための列車として特急を運行している場合には、その他の電車に比して車内設備、高速性能が良いものを保有している場合がある。大部分の車両がクロスシート車となっている。このうち、 特に西鉄8000軽電車は、有料特急に匹敵する、居住性を有し、一部の運行の合間に、他の種別で運転される例外を除き、特急以外に使用されることがなかった。ただし、これらの車両も通勤軽車両や、近郊軽車両の一種として扱われることもある。ただし、専用車両を有する会社でも、絶対数が限られるため、 ラッシュ時間帯などには通勤系の一般車が使用される場合もあり、必ずしも特急専用車で運転されるわけではない。なお、一般車でありながら基本的に特急専用で当てる車両もあり、京成電鉄がアクセス特急用に導入した京成3050系電車、3150系電車がある。座席指定車両と自由席車両の混成南海電気鉄道では、 一部指定席の特急が設定されており、指定席者のみ特急専用車両を使用し、自由席車には通勤系車両を使用する。一部指定席特急のサザンは特急車の1万系、1万2000系と通勤系車両の並結運転である。また、名古屋鉄道では名古屋本線と床目線、犬山線、神和線、 空港線で主として利用される一部特別車特急が運行されている。これは車両性能としては同一で車内設備が多いに異なるという点での際であるが、それゆえ違う車両と認識されることがある。一部特別車特急の一般車もクロスシート車になっているが、混雑時間帯などには通勤軽車両が増結されることも多い。これについては、 名鉄特急の項も参照されたい。料金不要列車との兼用景品急行電鉄の回得用車両である2100系電車は、料金不要の回得の他に、座席定員制列車である、モーニング・イブニング・ウィング号にも使用される。名古屋鉄道では、1975年以前に製造された車両は、特急運用と着席通勤との兼ね合いからに扉、転換クロスシート車が、 伝統的に導入され、特急には常に最新の形式が充当されていた。1982年以降は、白帯が入った7000系、7700系のみが特急列車に充当されていた。南海電気鉄道の11001系電車は、一部、座席指定特急である四国号の他に、料金不要の急行列車などにも使用された。 京阪電気鉄道の8000系電車はもともとは料金不要特急車両であったが2017年8月21日より6号車を座席指定車両であるプレミアムカーに改装して一部座席指定特急に充当しているほか全車座席指定特急であるライナーにも使用されているこの他に代わり種として小田急電鉄には週末に特急を保管する列車として 準特急が運行されていた時代専用車両として両開きに扉を持つセミクロスシート車が導入されていた。このような形は現在の近郊系車両で見られる形ではあるが当時としては異例の存在であった。また平日には急行や各駅停車といった料金不要列車に充当されていた。日本国外の列車種別は 日本の列車種別を厳密に当てはめることは難しいが、東欧項目では同種の種別で使用することを目的とした車両として解説している。ヨーロッパヨーロッパでは昔から日本の特別急行列車に相当する列車の運行は盛んであり、ドイツ連邦鉄道のラインゴルトやフランス国鉄のルミストラルなどは専用の豪華客車によって運転されてきた。 しかし1970年代以降は、インターシティの登場に見られるような優等列車の大衆化が進み、特別な専用客車を利用した豪華列車は影を潜めた。また、イタリアでは1936年以降、特急列車専用の電車が相次いで製造され、特に1953年に製造されたイター300系電車は、セッテベロとして日本にもよく知られている。 その後も、ペンドリーノや、ユーロスターイタリア、チザルピーノなどの特急系電車を数多く製造した。この他、ドイツ、オランダ、スイス、フランス、イタリアには、T 列車に用いる専用の特急系電車や、機動車が存在した。韓国韓国の座席指定優等列車には正式な列車種別として特急は使用されていないが、セマウル号は、 日本の特急と同種の列車として扱われることがある。車両は機関車牽引による客車であり、2013年1月まではプッシュプル方式の機動車も存在した。客室は JR のグリーン車に相当する特室と普通車に相当する一般室があるが、一般室でも日本の JR 特急のグリーン車並みである。台湾台湾では自供法は 日本の特急と同種の列車として扱われることがある。車両は動力分散方式による機動車及び電車、プッシュプル方式による電車がある。機動車では3両編成が基本となっている。小田急2300系元々は特急用として登場し、2度にわたって準特急用、一般車に格下げされた。国鉄 JR では、 信頼者については10系客車までの9系客車が老朽化したこともあり、14系、24系客車、導入で年出された20系客車が、格下げの定裁で用いられ、以降20系客車の経年陳腐化による廃車からは、余剰とされた14系信頼者を用い、居住性サービスの向上による、同15系の運用につながる。この場合、結果的ではあるが、 標準化されたことになる。これは、国鉄の客車に対する考え方にもよるが、旧来の客車時代から行われていた施策であり、新車の投入は、優等列車が優先され、後継車両への増備や置を機械などに連れて捻出した車両は、格下の種別にも使用する定裁をとっていたためである。また、ジョイフルトレインへの改造は、国鉄分割民営化前後には14系座席車や、 キハ8 0系からの改造車が多かったが、JR 発足後は、JR 北海道ではキハ1 8 3系から、JR 東日本では4 8 5系などからの改造車も登場している。ほぼそのままの形での電車を重当する例では、5 8 3系が急行、立山、北国を重当した例があるほか、JR 東日本では一部の快速、 普通列車に重当するケースがある。2017年現在では651系電車が常磐線岩木駅立田駅間の一部の普通列車に重当されている。過去には183.189系電車が秒光、485系電車がアイズライナーや首キアに重当されていたが、共に2015年3月14日のダイヤ改正で廃止され、重当を終了した。 なお、これらの列車には指定席が設定されていた。軌道車では、JR 四国ではキハ185系軌道車の一部が普通列車用に格下げ改造されている。なお、余剰となった581.583系電車の一部を近郊系電車である419系、715系電車に改造されたが、これは 旧国鉄が普通列車に使用した旧型客車の取り替えを目的とし、かつ当時有給車両であり、昼間時の座席としては旧後継車両と同じ、ボックスシートであった581.583、軽電車に白羽の矢が立った形であったが、工述する私鉄車両の改造に近い。私鉄では後継車両に置き換えられた車両は、一般車両に格下げされるケースがあり、 中には、扉の増設や、ロングシート化までして通勤系車両に近づけた、改造を施行した車両もあった。性能や設備が劣る旧型の特急車両で、見受けられたが、料金不要特急を多く運行している、京浜急行電鉄、阪急電鉄、京阪電気鉄道、西日本鉄道では高性能車であっても、格下げ改造された車両が存在した。しかし、 一般車両への格下げ改造は、扉の増設などはコストが大きく、2000年代以降は、一貫して特急専用で使用する方針に転換しつつあり、格下げ改造するケースは減少する傾向にあるが、半球6300系電車は扉を増設すること、なく、座席の一部をロングシートかクロスシート部を横2列プラス1列化するなどの改造で、 嵐山線の普通列車用に転用している。代わり種として、本来の特急系車両登場後に格下げを前提とした車両も存在した。この種の車両では前日の JR 東日本基波110、軽機動車300番台や小田急2300系、電車、海運号用として製造された、形成3200系、電車3290番台などが挙げられる。 昭和30年代以降に製造された有料特急軽車両は、速達性や快適性だけでなく、デザインも重視されるため、一般車両への格下げを原則として行わない設計となったが、JR 東日本や近畿日本鉄道のように、団体列車用に転用されたケースや、京成電鉄や名古屋鉄道、近畿日本鉄道では車体の世界や、 危機流用で通勤系車両に改造されたケースもある。また、これらとは逆に、近鉄680系電車及び6200系、電車16200系電車のように、一般車両から特急系車両に格上げされた車両も存在する。特急系車両は、車両の性質上、高速運転と快適性を要求されるため、時代とともに変化し、十数年も使用すれば陳腐化する。 また、高速、長距離運転を行う性質上、老朽化を進行させやすい。陳腐化に対処するために大規模な車両リニューアルが行われた車両もあり、有料特急系車両では、JR 東日本485系、電車3000番台や近鉄3万系電車などが挙げられる。代わり種としては、東部1700系電車は、 後継形式である1720系電車に比べて、見劣りしていたため、1720系電車と同一の車体に乗せ替えた事例がある。料金不要特急系車両においては十数年ごとに新車を投入し、年出した車両は前日の通り一般車両への格下げする傾向があったが、こちらにおいても昨今では一貫して特急専用で使用する方針に転換しつつある。 京阪電気鉄道では1900系以前の特急系車両は後継車両の登場につれて一般車格下げ改造を行っていたが3000系以降の特急系車両は一貫して使用する方針に転換した。しかし3000系は後継車両である8000系に比べて見劣りが否めず、経年が若いながらも一編成を残して廃車となった。 残った一編成は大規模なリニューアルを施し、2008年に8000系30番台に編入され、2013年まで使用された。後継車両である8000系は2008年から座席の一部をロングシート化、テレビの撤去などのリニューアルが行われ、2011年までに全車完了した。その一方で JR 東日本 E351 系電車や、 京成 E100 系電車のように対応とに転用されたり大規模なリニューアルがされることなく、経年が若いながらも、廃車となる車両が現れている。ありがとうございます。